さあ、不思議な夢と、遠い昔が好きなら、さあ、そのスイッチを遠い昔に回せば、ジュラ紀の世界が広がり、そこは遥かな化石なりだよ、アンモナイトはお知るね。ティラノサウルスお散歩、アハン。さあ、無邪気な夢の弾む素敵な時代へ。さあ、ダンスと恋とシネマの明け暮れ、きらめく黄金時代は、ミンクをまとったクジラが、ボディのソフトに行かれて、ズッセンバーグを夢見る、アハン、好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い、好きな時代に行けるわ。螺旋をひととび、タイムマシンにお願い、さあ、何かが変わる、そんな時代が好きなら、さあ、そのスイッチを少し昔に回せば、鹿鳴館ではこの世の、この世ごとのワルツのテンポに今宵も、ボンバドールが花咲き、シルクハットが揺れるわ、アハハン。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。はい、こんばんは、今夜はね、サディスティックメガバンドのタイムマシンお願いを歌いましたね。今日はね、帰ってくる途中、電車の中でさ、ラジオを聞いてたらさ、あれ、明日のカレッジでね、これかかったからさ、歌いたくなったんで、じゃあ、まずは、今夜はタイムマシンお願い。その明日のカレッジの特集がドラえもんだったからさ、ドラえもんを作りたいっていうようなことでね、それで、ドラえもん絡みとかでタイムマシンで出てくるからね、そんなことで、タイムマシンのお願いがね、今日かかってたんで、ね、そんなわけで、ね、じゃあ今夜タイムマシンお願い、ワンスモア。さあ、不思議な夢と遠い昔が好きなら、さあ、そのスイッチを遠い昔に回せば、ジュラ紀の世界が広がり、そこは遥かな化石の時代よ、アンモナイトはお知るね、ティラノサウルスお散歩、アハン。さあ、無邪気な夢の弾む素敵な時代へ。さあ、タップダンスと恋とシネマの明け暮れ、きらめく黄金時代は、ミンクをまとった娘が、ボギーのソフトに行かれて、ドゥッセンバーグを夢見る、アハン。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。さあ、何かが変わる、そんな時代が好きなら、さあ、そのスイッチを少し昔に回せば、鹿鳴館では夜ごとのワルツのテンポに今宵も、ボンバドールが花咲き、シルクハットが揺れるわ、アハハン。好きな時代に行けるわ。時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。はい。ね、今日は帰ってくる時に聞いたラジオ番組ね、TBS の明日のカレッジでね、かかってたからさ、歌ってみました。いいね、この歌ね、懐かしいね。ちょっと特徴気になったけどね、あれ。今日の特徴はね、ドラえもんを現実作りたいというような人をゲストに呼んでね、でもちょうどもう帰んなきゃいけないからさ、ね。それで途中で、やっぱね、最近なんとかなんやかんや言ってね、明日のカレッジもね、いいな、面白いなと思うようになってきたら聞いてくるうちにね、初めは何だと思ったけどね、聞いてくるうちにね、明日のカレッジもなかなかいいね、月木のこの女の子も、金曜の、さんもね、いいな、最近はちょっといいなと思ってる。じゃあ今日もね、YouTube でライブ配信行こうか。なんとか0時前。急ごう。
4カ国。2022年10月の18日。火曜日ね。やっぱ爆笑問題だね、今日はね。祭りも近いと汽笛は呼ぶが、洗いざらしのジーパン一つ、白い花咲くふるさとが、日暮れが恋しくなるばかり。小川のせせらぎ、帰りの道で妹と取り合って、赤いのいちご、緑の谷間なだらかに、子馬は集い、馬は鳴く、ああ、誰にもふるさとがある、ふるさとがある。お嫁に行かずにあなたのことを待っていますと、明日より隣の村でも今頃は杏の花の真っ盛り。赤いネオンの空見上げれば、月の光が遥かに遠い風に吹かれりゃ、しみじみと思い出します。いろりばた、ああ、誰にもふるさとがある、ふるさとがある。はい、こんばんは。今夜はね、五木ひろしさんのふるさとを歌いました。2022年10月の18日、火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。おきさん、こんばんはね。テオさん、どうもね。デオさんかな。デオさん、どうも。おにぎりさん、どうもね。ペタキニさん、どうも。最後からなるたらね。たかしさん、どうもね。パワーさん、どうも。ライブ配信よ。河村隆一ってことはね、グレーのし、グレーかな。合ってる？グレー？河村隆一って。合ってるかな。グレーのメンバーで合ってるかな。ちょっと曖昧だけど。合ってる？グレー、多分合ってる？ごめんなさい。最近の分かんなくて。ルナシーなんだ、あの人。全然分かんなかった。あ、グレーはテルか。全然分かんなく。あの辺のバンド。全然分かんない。そうだよね。テルがグレーなんだよね。まあ、難しい。まあ、早くする難しいんでしょう。しょうがない。今日もね、マンスモアはね、ふるさとで行こうか。五木ひろしさんのふるさとで行こう。もうだいいね。祭りも機械と汽笛は呼ぶが、洗いざらしのジーパン一つ、白い花咲くふるさとが、しぐれりゃ恋しくなるばかり。小川のせせらぎ、帰りの道で、妹と取り合った赤いのいちご、緑の谷間なだらかに、子馬は集い、
鳥は鳴く、ああ、誰にもふるさとがある、ふるさとがある。お嫁に行かずにあなたのことを待っていますと、優しい便り、隣の村でも今頃は杏の花の真っ盛り、赤いネオンの空見上げれば、月の光が遥かに遠い、風に吹かれりゃしみじみと思い出します。いろりばた、ああ、誰にもふるさとがある、ふるさとがある。あ、タイトル、ごめんなさい、謎が一つね、ごめんなさい、なつさん。ちょっと打ち間違い、ごめんなさい、直しとくね。あんた、この曲教えて。これはね、さすがね、横浜だぜ。だから、この人気に入っちゃってさ、ふるさとね、ごめんなさい。横浜たすがれ見てみようか、横浜たすがれじゃ。横浜たすがれか。ふるさといい歌だよね、この歌ね。このふるさとにいながら僕、今ここ、今いる場所が僕のふるさとだからね。ただのまあね、打ち負けだよ。あとは消しとくね。また朝から見てみようか、じゃあ。あ、これも最近同じ山口さんと白尾さんか。横浜、黄昏、ホテルの神戸屋、口づけ、残りがタバコ。この煙、うるす口笛、女の涙、あの人は言って言ってしまった、あの人は言って言ってしまった、もう帰らない、裏巻きスナック、酔えないお酒、雪吊り、嘘つき、気まぐれ男、当てない恋歌、流しのギター、あの人は言って言ってしまった、あの人は言って言ってしまった、もうよその人、木枯らし思い出、グレーのコート、諦め水色、冷たい夜明け、海鳴り灯台、一羽のカモメ、あの人は言って言ってしまった、あの人は言って言ってしまった、もうおしまいね。あ、どうも、あ、なんとか黄昏、横浜黄昏ね、ごめんなさいね。もう行き間違いね。ギクあったみたいね。そうね。驚いたってなんか、老人の運転する車でね、そうみたいに渋滞みたいに、ね、驚いた。ラジオかな？ラジオで聞いたんだ、あれ。驚いちゃったね。今、渋滞みたいね。なんか、老人の、まあ、高齢者の運転する車でね。心配ね。ああ、議題だね。もう、ドキスの目もどんどん死んでっちゃうね。ね。怒り屋さんも死んだし、荒井翔さんも死んだし、西村健さんも。ね。そうね。まあ、月日だ。早そうだね。あ、借り物さんどうもね。ドリフターズのメンバー、どんどん死んじゃう。小野泰さんは、あれは元ドリフなの人ね。まだわかんないまだ。渋滞の状態なら、まだこの、決まったからね。亡くなったら、もう本当遅い人がなったら亡くなってね。そうしたらいいけどね。まだわかんないね。亜麻色の髪の乙女か。あ、ブルー。グループサウンドですか？ちょっとわかんない。ごめんなさいね。じゃあ今度これ行こうか。同じ青春時代ね。卒業までの半年で答えを出すと言うけれど、二人が暮らした
あなたは少女の時を過ぎ、愛に苦しむ、悲しむ、嫉妬になる。青春時代が有名なんて、後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は、胸に遂げさすことばかり。青春時代が有名なんて、後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は、胸に遂げさすことばかり。いいね、これね。この歌、なんぼか青春時代はね、何もしてなかったのよくわかるな、ほんと。部屋に引きこもって読書とかしてなかった、ほんと。まあ、しょうがないね。謝罪すんの？もうこれね、関係ないでしょね。おじさんね、うん。あの人お坊ちゃなんだもんね。すごいな、あれ。東京出身でね、大学です。あの時代だもんね。加藤ちゃんと偉い時代だよな、同じメンバーのね。ね、加藤ちゃんは母子家庭だからね、あの人ね。うん。偉い時代だね。じゃあさて、歌はもう、もう0時まで。今日のお夜食行こうか。こんな時間で。今日はね、スーパーのソーダ売り物を買ってきたよ。30% 引きだ。本格油淋鶏だ。じゃあこちら。油淋鶏ってやつ。これ後で食おうか。取り投げたやつをね、なんかタレにかかったやつね。じゃあこちらをいただきます。温めて。温めつくんで。もう遅いからさ。ね、それと、煮込みうどん。今日は煮込みうどん。あれ、スーパーのお惣菜よりも揚げたのと、今日は煮込みうどんです。じゃあ、鶏肉と長ネギ入れた煮込みうどんで、今夜はね。またおなじみ、三個蒸し、ね。うどんは今日はね、まるちゃんのね、2束入れた。1360か。長ネギと、鶏肉で。これ、いいね。次は普通の麺つゆね、麺つゆ。市販の、こんばんは。あ、こんばんは。でも今日はね、おやしくは煮込みうどんです。今日は贅沢に、2玉、360円。うん。うん。うどんが好きでね。卵入れない。長ネギと鶏肉だけ。うまい。うん。うまい。うん。肉だめだな、鶏肉。鶏の手羽のとこ。これも手羽だよ、それ100グラム80円くらいだからね、そんなとこはない。一杯持ってこうか、今日の一杯。今日の一杯。あ、終わった。あ、ね、油淋もできたぞ。スーパーの惣菜売り場の揚げ物。油淋鶏ね。今日の飲み物持ってこうか。
ベルグで行こうか、ベルグで。ベルグ。スイーティーのやつ、スイーティーの香りのベルグで。ホワイトベルグ。取り投げたやつね。うまそうじゃん。甘辛。これつまみながら微発泡酒、熱々だ。日本的にはこれあれな、なんだっけ、鳥南蛮だっけ、南蛮だけだよね、あれ宮崎の方のあれと一緒だよね、これね、油淋鶏って言ってもね、これはね、見たがいくんでさ、南蛮漬けだ。日本的に言ったらね。ユーハーさんどうもね。じゃあ煮込みうどんね。大豆メスの煮込みうどんと、惣菜売り場の揚げ物、油淋鶏ですね。と、発泡酒ね。もう、肉はうまいな。油淋鶏ってそうだね。日本的に言ったら南蛮漬けだよね。南蛮漬け。今日 30% 引き。30% 引きはね。天気みたいで嬉しい。今日は雨だけどね。昨日あたりけど、でも、週末天気には良さそうね。嬉しいね。うん。うどんだ。うん。今日は2玉。180、2つで360。うん。なんか好きね、僕は。うまい。うどん、おうどん。長ネギ。今度は奥多摩行こうと思って、久しぶりね。最近、丹沢釣りだからね、丹沢は。久々、ほんと久々。うん、まあ行こう。あわよくばナイトハイク考えて天気も良さそう。金曜日から天気も良さそうだからさ。あわよくばね、仕事終わりさだけどね。うん、あんま遅かったらいけないけどね。うん、そこそこ、終電間に合いそうだったらね、終電で奥様行ってナイトハイク行こうかと思う。金曜寝るから。マルちゃん、玉うどんの2食分ね。うん、行こうかな、ね、秋の夜長だからさ、ね、秋の夜長のナイトハイクってやつだね。今
今度はそれ、今週はね、土日休みの予定ね。各地あるよね、三色堂はね。各地出てる、いろいろね。出勤の場合はそうじゃあれ、大体そう、どうしてもね。出勤はさ、特別な事情だからさ、そんなすぐ決まんないわけね。なるべくだから、土日休みのときは会社の方をなるべくね、休みしてんだけど、どうしてもね、出る場合だから、だからそういうもんだから、結構ね、だったりするわけね。休日出勤は。これもそこは鶏肉入れてね、これね、うどんのね。電車間に合う、終点に間に合いそうだったら、終点で奥多摩。コウジさんにどうも。おめでとう。これでいいかな。僕っていうか、断るわか、それはわかんないけど、インタビューされないもん、されたことないからわかんないね。されないよね、そんな。されたことないからわかんないね。テレビの野郎はずるいからやる、なんだっけ、前、まだ荒川でさ、バブルやろうと思ってさ。もう断る。ライブ配信してる時に来るんだもんな。だから僕は断った。僕ライブ配信中だって言った。そしたらいなくなった。死んだら渋滞なんだよね。なんか高齢者の運転する車にね、ひかれたみたいね。そうね、わんの。なに、平成30年の借金70万円は、誰のこと、僕は借金ないよ、こんばんは。佐々木さんどうもね、僕は借金ないよ、でも。全くないの、借金はね。でも嫌いでも何とも思ってないよ。ないね、あの年だったらね。加藤茶より若い年だもんな、あの人な。スタート一人一人聞いたんだ、そうこうやってね。しょうがないね、みんなね。しょうがない。81歳までしたらね、って。
識ってことは、段階は世代じゃないんだな、もうね、あの人は。戦争中はこの無理なのか。誰だろう。みんな同じように好きだもん。それぞれ面白かったもんね。あのちさんと僕と同じか。加藤茶さんは意外に長生きするかもしれないな、あの人意外とね。加藤茶の場合は、一応奥さんの方がさ、早く僕の予想、奥さんの方が意外と早死にしちゃうかもしれない。そう、加藤茶の場合は、僕そう思う、僕の予想ね。それでまた若い子が再婚する可能性あるんじゃない？僕の予想。意外と加藤ちゃんはずっと長生きしてさ、奥さんの方が先に死んじゃうんで亡くなっちゃってさ、で、一人は寂しいからってまた若いのと再婚するんじゃないかな。で、この線意外とあると思うんだ。意外とこの線。意外長いだってね、意外長いと思う、あれ。加藤ちゃんの方が、恵比寿佳代さんみたいにね、奥さん亡くなっちゃって一人は寂しいからってさ、また、それお嬢さんじゃんね、そうね。あの、加藤茶さんの奥さんのなんだっけ。父親はさ、本当の親じゃん。確か、土蜘蛛の奥さん、母親をすることだもんならね。お父さんはだからそういった会社系やってる人で、そこと結構だから、だから実の親じゃないからね、あれね。あれ、加藤茶さんの奥さんの父親って。でもうまく、ね、やってみてたからね、あれね。そうやあれ。会社経営して食ぶりがいい人だったからさ。ねえ、それこそ、そういうことしたら、ね、実の上じゃないのね。まだ70代だからね、まだ70代よ。うん、一応ね。加藤さんが一番下だったんだよね、一番下。ねえ。おめでとうね、うん。加藤ちゃんさ、意外とね、髪の毛あんだよね、踊るじゃんね、あれ。コントのさ、あの、ハゲカツラのイメージあるけどさ、あれカツラだったんだもんね、あの人ね、加藤ちゃんってあれ。よくやってるよね、ドリフでさ、ハゲカツラでさ、あれ、なめへいさんみたいな頭の、あれはカツラ、あれはコントのカツラだもんな、ね。実際ものさんあるからね、加藤さんはね、あれね。意外と感じがしてる。変わんないよ。変わんないと思うよ、あれ。おねえさんの似たようなもんだと思うけど、そんな比べらんないと思うよ、ほんと。小野さんも僕もそんな変わんないと思う。正直言って変わんないと思いますよ。そう思うな、小野靖さんもさ、僕もかむ、そんなどっちも多い、そう大した気がないと思うって、僕はそう思う、うん。じゃあ2本目行こうか。みんな晩年はさ、そうでしょ、作らんだよな、みんな晩年はね。いや、すごいなんですね。日本も行こうかね。今日は爆笑問題だね。山本浩二からどんどん。安心と発泡酒は度数ないからね。変わんないよ、あれ。似たり寄ったりだよ。高井克実さんも。なくはない。飽きも少ないよ、高井克実さんも、うん。変わんないよ。変わんないですね。似たり寄ったりだと思うぞ、あれ。でも少ないよ、本当。僕の、いや、冷静に見て僕の方があるな。
はい、乾杯。明らかに少ないでしょ。明らかに僕の方がふさふさじゃないか。ないですよ。あるか。ダメだこりゃ、いいかな。ダメだこりゃ。似たり寄ったり、比べようがないって感じね。似たり寄ったりだからね。似たようなものって、似たようなものを片付けた方がいいよね。そういうことよ。僕男いるからね。そうだね、あの頃はね。ごめん、そうか。エブラールなのか、前の監督なら渡辺監督だから、あの人はハゲだよな、あれね。何年か前のか、いたよね、渡辺って監督ね。あの人それ結構、ね、すごいね、あの人ね。大丈夫です、行くもんさ。そんなわけないじゃんね。もうありましたちゃんとね。イコミュートンね。イコミュートンと発泡酒。うどんがいいわ。うどんが好きだね。先輩じゃないよ。二十歳ぐらいの時はパーマしたことあるけど、二回ぐらいかな、そこで二回ぐらいパーマしたことある。二十一ぐらいの時かな。鶏肉だけ、長ネギと鶏肉。鶏肉。手羽のとこね。梅子好きよ。若い子のやつね、若い子。ティーンの梅子や、ティーンの梅子。ティーンの梅子や、ティーンね、ティーン、これ大事。ティーンの梅子、ティーン。いや、どうも。ゼロさん、どうもね。違いますよ、なかなか機会ないと思うけどな。株価には近づかないといけないけど、まだ近づけないじゃんね。三浦友和さんなんかすごいよね。もうちゃんとさ、ちょっと羨ましいね。
そうさ、桃ちゃんの一番若い頃知ってんだもんな、あの子ね。なんだよ、うん。若い子はみんな可愛いな。若い子はね、みんな若い子。すごいね、コロナのおかげでさ。若い子はみんな可愛く思われちゃう、電車乗ってるからさ、みんなマスクしてるからさ。みんな可愛いよね、ほんとね、みんなね。若い子はみんな可愛い。マスクはすごいよな、あれ。マスクは偉大だと思うよ、ほんと。マスクのおかげでさ、ね、みんな女の子が可愛く見えるんだよね。まさこさんどうだろう、でも別れちゃったけどだろう。純子ちゃんはでも、しの方が、芸能活動はパッとしないけどさ、あの子は純子ちゃんはずっと、旦那さんと一緒で、一応あれ。まさこちゃんが一番であろうが、離婚しちゃったからね、あれ。うん。純子さんはいいんだよ、まさこちゃんより純子ちゃんの方が、いいんだよ、あれ。まさこちゃんはさ、離婚しちゃったもんな。おまたです。おまた。見たことないよ。なかなか見せるもんじゃないよね、あれね。わかるよ。かわいいじゃん、この子ね、ほんとわかる。安倍さんもさ、かわいかったよ、あの子。あれ、疲労したんだと思うよ、あれ。させるね、安倍内閣の初期の子いたもんね。かわいい、安倍さんもさ、かわいかったからさ、入閣させたと思うんだ、あれ。絶対そうだ、あれ。うん、かわいいから。安倍さんもそうよ。ああ、かわいいな。それで大事になる人いるけどさ、なんて一番可愛いと思うよ、ほんと。いや、そのみんな、あの子が一番可愛い。うん。赤ちゃんのお父さん、見たことない、僕。あ、うん、あんまりよないな。よくないで、赤ちゃんのお父さんって。うん、大きい。見たことないで、僕、ほんと。ごめん。僕、あんまり実家買わなかったな、お母さん。見たことないんだ。僕の母親のね、お父さんはね、僕、ほんと、赤ん坊の子なんか死んじゃったんだよね。うん、母親のお母さんの方が長生きしたけどね、お父さん早かったんだよね、僕、ほんと。幼い子、小学校入る前かな。あんま記憶ないんでわかんないや。それでは、早く死んじゃったんだよ。まだ赤ん坊の頃かな、僕が。母親のお父さんは。よく見ないんでわかんない。種とはもうあれ、空襲で死んじゃったからね。うん。種とっていうのはもうの、お父さんのお父さんね。うん。種と。うん。わかんないね。まあ、ハゲる前からだって40ぐらいかもしれない、あれ。小学11歳の時だから、多分わかんない。今出身はどっかしまってあると思う。うん、
みんなに出せないな、あれはね。僕が見せない。おえ、うん。どっか見てみようね、このね。どっかにあると思うんだ。親がどっかにしまってると思うんだけど、わかんないね、それね。この家の中見ればあると見つかると思うんだけど、よく出てこない。それじゃ、今度ね、懐かしいな。どうなんすか、どうかな、見せられたらね、小学校の時のあれ卒業写真アルバムじゃないけど、写真毎日のね、パネルのあれは見せられるかな。小学校の時にね、あったんだよね。パネルにしたの。あれは見たかな、あれね。あれ12歳ですか。今、男が上にある。あれは見せる。あれ、卒業アルバムじゃないよ、あれ。小学校の時のパ記念でパネルを作ったのをね、前に見せた、前に見た人はいるかもしれないけどね、頑張ってくようか。これ小学校6年の時だ。これは小学校6年の時。これですね、これ。これですね、見ればわかるね、これ。これは和幸さんだ、これがね。これは小学校6年の時。見ればわかるね。これは和幸さんだ。わかったかな、わかった？すごいね。今まで変わんないな。うん、一番太ってたもん、あの頃な。見た？ これ小学校6年の時。変わらないよね。うん、小学校の校庭か。あれ、白黒はこれ記念写真だからさ。
うちの小学校はね、こういうのやったら記念になるからってパネル来たんだよね、あれ。懐かしいね。三十何年か前だ。たまたまこれ、うん。一瞬だったのね、半でね、適当に分けてね。一番これがね、それとも担任の先生ね、これ担任の先生。担任の先生です、これ。担任の先生ね。高校のはね、あるけど、高校はこういうのないんだ、高校は。撮ってませんでした、全然撮ってないやん。誰も撮ってないよ、小学校どころかどこ、誰でも撮ってない今。小学校どころか中学も高校、誰も連絡撮ってませんよ。てか、撮ってもないかもしんない。誰とも連絡撮ってないよ。しょうがないね、うん。誰も撮ってないよ。ないね、それはね。忘れてるかもしんないね。同窓会に呼ばれたことないんで。同窓会に呼ばれたことないから、わかんないね。先生20ぐらい上だから、もう生きてるかどうか怪しいね、この先生はね。小学校の時の担任はね、20ぐらい年上だからね、70か。まあ、死んでてもおかしくないね、みたいな。頑張ってもらえないよ、いや。ほとんどこの頃、この頃から間もなくよ、これ、小学校6年だから、この後間もなく。中学時代はほとんど、なんだろうな、この間もなく。生きてるか、うん、そうかな、わかんない、ただね。うん、その当時、母親がね、この担任の先生をさ、わかるかな、これ。白岡俊義ってかっこいいとかよく言ってたあれ。この先生のことね、白岡俊義ってかっこいいとかよく言ってた、この母親が。白岡俊って言ったよね、あれ。あれ、まこちゃんと結婚したけど、離婚した人ね、あれ。あ、スーパーさん、どうもね。白岡俊さん、そうよ、あれ。医師のまこちゃんと結婚したんだけどね、別れてそのまま引退しちゃった、あれ。今引退したみたいなのか、なんで理由わかんないけどね。あーさんどうもね。こんばんはね。じゃあ、煮込みうどんね、煮込みうどん。煮込みうどんです。長ネギと鶏肉ね。
懐かしいよね。38年前か。38年前の勝彦さんです。38年前の勝彦さんね、これ。38年前。12歳の時こんな感じ、12歳。うわ、太ってんな、ほんと。見えなかった？これは12歳の時、これ。いけるかな、これ太ってた。中学の時にダイエットしたんだよ、中学の時ね。中学高校かな、あの頃ダイエットして。この頃一番太ってた、この頃一番太ってた、この頃。小学校6年だもんな、一番太ってた。今思うとさ、かわいいな、みんなね。もう高卒で働いてるからね。懐かしいね、これね。小学校の卒業記念にさ、これ作る、うちの小学校これ作った、これ、今思うとこれあってよかったね、ほんとね。いろんなこと思い出すね、これ見るとね。うちの小学校はこういうのみんな各自ね、こういうパネルがあるわけね、一人一枚写真をこうやってね。よかった。今ほんとよかった。アルバム来ちゃわざわざ見ないもんな、こうあるから見れて。今だってわかるからね、本当、うちの小学校がやったことね。なかなかいい企画だったね、これね。写真撮ってそれをパネルにするっていうのね。いいね、これね。これがそう、先生ね。これがそうよ。廣岡俊に似てるって母親に言われてた人はね。かっこいい先生とか言ってたのよくない。覚えてますよ、覚えてる。まあ、そう言わないけど覚えてます、二人ともよく覚えてます。この子はね、のきこれ、中学からね、当時珍しくね、開成中学行ったんだ、この子。同級生の子ね、開成に行った子ですね。お坊ちゃんで、この子ね、開成中学行ったの。私立の、公立の小学校、この小学校から、開成中学に行った人。今、官僚とかなってるかもしんないね、50でね。メガネも3、4歳ぐらいから。メガネ長い、もう4歳ぐらいから。小学校入る前からだもんな。なあ。
ね、こういう。両親死んだ後にこれ見ると色々いいね、やっぱり。親が生きてる間、いろいろ、あんまり、親が死んだってこういうの見るといいな。うん。いろいろ考え深いね。わかんないよ。付き合いないから。付き合いないよ、わかんない。あ、でもいないですよ。いない、国会議員だもんね。選挙の時見れば、いないですね。まだなって50だからね、これから初当選50代になる人いるからね、わかんないね、まだね、うん。まだ50だからね、政治の世界はさ、ね、うん。50代でさ、出る人もいるからね、うん。うどん、煮込みうどんね、これ、煮込みうどんです。できないさ、材料なの、あげないもんな。まあいいね、そうね。あ、そうか。カップ麺買ってくるのもいいね。きねえとんだら。もう気になっちゃうね。みんな50だもんね、この2人もね。みんな3人とも50か。早いね、ほんと50だよ、みんなね。ゆくさん50になっちゃうのかな。50か、もう早いもんだ。準備の写真はないですね。準備のはない。あれ、準備のは高校だもんな。
こういうことな、今思うと、午後はね。県立名誉高校。女子の方が多いんだよな、あそこ。女子の方がね。この子で、今はやったね、今のはね。この頃と見るとね、やっぱあの頃一番、小学校から中学校が一番太かったんだ、あの頃。小学校から中学校があの頃が一番デブってた。最高潮だな、この頃は。ね。この頃から今はやったね、この頃ね。そうね。なんか高齢者に乗ってる車でね。自分でやったんだ、自分で。足の屈伸をね、200回やったんだ、足の屈伸。高校の時かな？高校の時は多分、ラジオの延長受信して、で、北海道聞きながらね、確かに。まだあんのかな、HBC、北海道放送の別で北海道。もう高校の頃やってたんだよ、あれ。だったよ。1日3、200回やったんだけど、200回。200回したらね、今のようになった。200回して。の苦しみ社会。昨日うまいな。私で分かんない、誰だか分かんなくて。死神紳士か、全然わかんねえ。全然知らない死神紳士って言っても。全然わかんねえよ。テレビ番組か。見てないな、きっとな。死神、紳士じゃないんだ。博士か。死神博士か。全然わかんねえよ。興味なかったの。締めはいいや、今日は。これも終わろうね。歌はいいや、めんどくさいや。カメラライダーか。あれ、カメラライダーあれ、石ノ森さんのやつ？ネタのやつですかね。原作のカメラライダー、石ノ森でしょ、原作。ユアさん、どうもね。この人は爆笑問題だ。ね、爆笑問題。
問題はあれ、深夜ラジオはさ、録音だからな、あれね。ラジオどうだけなんだよ。ラジオだし。ラジオ友達。いつも横にはラジオ。チャンネル権もなかったからテレビ。だからあんま、だからテレビは見ないんだよね。チャンネル権なかった。見たい番組なんか見れなかったんで。ラジオしか全然変わんない。よかったですから。爆笑問題、僕爆笑問題。爆笑問題。太田さんの奥さんが可愛いんだよね、あれね。みっちゃんだっけ、可愛いなの子ね。可愛い。僕思った。僕ああいう子タイプよ。太田さんの奥さんみたいな子。可愛いなと思って。かわいいよね。太田さんの奥さん、かわいい。かわいいよ、あの子ね。そうよね。太田さんの奥さん、かわいい。みっちゃんね、みっちゃん、みつおだからみっちゃん。みっちゃんって言うんだよ、みっちゃん。田中さんはそうです。田中さんはね、連れ子のある女性結婚したからね。そうよね。どうかな、なんとも言えないね。ダメとこ。それは言わないほうがいいや。言えないです。言わないほうがいい。それは言わないほうが言えないね。それはね。まあね。よし。なんでもないね。浜辺美波でいいのかな、それ。まさかはもうおばさんだからね。若い子。若さにはかなわないよ。若い子は可愛いよ、ほんと。渋さんでもね、渋郎さんか。あれ、ルックルックこげちゃうさ、あれ、借金取りに言われてこ、あれ、降板した人だよね。渋郎さんって。そうでしょ、ある人。ルックルックこげちゃう出てたんだけど、借金取りに言われてて、ね、降板した。合ってるよね、確かね、あれ。
に失敗してね。それでも失敗して、ね、借金取りに追われて、番組をさ、無断欠席してそのまま辞めた感じになる人ね。生放送だもんな、あれね、ルックルックね。あれでやったら居場所分かっちゃうもんな、あれ、ね。あれな。それであれね。借金取りに逃げるため番組全然休んだんだよな、あの人。あれ、勝負分かったな、あれで、ね。まあ、死んじゃったからね、もうね、あの人もね。立ってないよ。立ってませんよ。はい、お引き受けしました。じゃあ、借金はなんもないよ。借金はなんもないです。いいじゃないよ、借金はなんもないよ。一銭もないで、なんもない。財産もない。借金もね、マイナスの財産って言うけどね。なんもない、本当に。なんもないよ、最近。借りたことなんかないよ、うちは。なんもない。無事ないよね、そんなもん。じゃあ、この辺で終わるね。じゃあ、ちょっとトイレ行ってくる。トイレ行ってくる。トイレ行ってくる。
こしてきましたよ、どうもね。うんこしてきましたよ、どうも。はい。うんこしてきたよ、どうもね。うんこだ、うんこ。アイフルかね。アイフルってあれでしょ、あれ。秋葉のコマーシャルでね、有名だったよね、そう。アイフルって、あれだよね。アイフルってさ、かわいい、秋葉のコマーシャルで有名になったやつでしょ、あれ。ないですよ、うん。うんこ今ね。じゃあ最後の時、じゃあもうそういうの、じゃあ今夜の最後の時行こうか。最後の歌いきまい、今夜ね。今夜これで見ようか。ガンダーラって言ってるでしょ。今度歌うね。ごめんなさい。頑張った今度のガンダーラね。今夜はね、サディスティックミカバンドのタイムマシンをお願いしてみよう。じゃあおやすみなさい。ありがとう。タイムマシンをお願い。さあ、不思議な夢と、遠い昔が好きなら、さあ、そのスイッチを遠い昔に回せば、ジュラ紀の世界が広がり、そこは遥かな化石の時代よ、アンモナイトはお知るね、ティラノラルスお散歩、アハン、さあ、無邪気な夢の弾む素敵な時代へ、さあ、タップダンスと恋とシネマの明け暮れ、きらめく黄金時代は、ミンクをまとった娘が、ボギーのソフトに行かれて、ドゥッセンバーグを夢見る母、好きな時代に行けるわ、時間の螺旋をひとたび、タイムマシンにお願い、好きな時代に行けるわ、時間の螺旋をひとたび、タイムマシンにお願い。さあ、何かが変わる、そんな時代が好きなら、さあ、そのスイッチを少し昔にも回せば、鹿鳴館では夜ごとの、オロスの店舗に、今宵も、ボンバドールが花咲き、シルクハットが揺れるわ、母。好きな時代に行けるわ、時間の螺旋をひととび、タイムマシンにお願い。はい。今夜はね、サディスティックミカバンドのタイムマシンにお願いでした。ではまたね。おやすみね。いいじゃないよ。うん。また明日ね。ありがとうね。ありがとうね。ダメだね、じゃあこれね。満腹だね、じゃあこれね。ではまたね。